8月7日から2泊3日の日程で姉妹都市提携を結んでいる兵庫県丹波篠山市の小学生との交流事業が行われました。愛南町と姉妹都市提携を結んでいる兵庫県丹波篠山市の小学5、6年生12名が7日から9日までの3日間愛南町を訪れ、海学習や海中展望船夢海南への乗船など愛南町を満喫するスケジュールで交流を行いました。私は6年の石田日和と言います。初めて愛南町を訪れ、愛南町の小学生の皆さんと素敵な海でシーカヤックができることを楽しみにしています。また綺麗な貝殻を使ってのアート作品も体験させていただけるということで、とても楽しみです。愛南町の皆様にはいろいろなことを計画していただきありがとうございます。今日一日よろしくお願いします。お願いします。お願いします。中日となった8日は内海中学校でシーボーンアート教室、須の川海岸で海学習を行い、海学習ではシーカヤックを使い海岸沖で愛南町の海を満喫しました。パドルをほんの少し左が、いい、はい、行けよ、はい、こいで、すごく楽しかった。去年より上達してて楽しかったです。愛南町の海はどうでしたか？綺麗で、波がちょっと高かったです。家口小、柏小学校の児童も参加したこの交流事業、子どもたちにとって貴重な夏休みの思い出の一つとなったのではないでしょうか。